こんにちは、トイズガオです。はい、5月18日あたりなんですけども、このトイズガオのチャンネルが、チャンネル登録者数9000人突破いたしました。誠にありがとうございます。はい、4年と2ヶ月ほどやってきまして、やっと、なんとかね、この1万人がちょっと見えてきたのかなと思います。いやー、ここまでね、長かったですけども、いろんな方に支えていただいてね、このチャンネルが成り立ってまして、まあ、いつもね、僕が言ってることといえば、そのいつ辞めるかわからないみたいなね、ことを言ってましたけども、まあ、その状況としてはね、あんまりもう本当いつ辞めるかわからないっていうのは変わらないんですけども、まあ、最近はちょこっとだけその存続できるかどうかというのはね、ちょっといい方向に向かっているんじゃないかと思われるんですけども、まあ、この登録者数が上がってきたことと、それに伴ってね、収入の方もね、若干上がってきましたので、その最初の頃はね、まあ、自分のね、お小遣いの方からお金を出してですね、このおもちゃをいっぱい買っていたんですけども、最近になって動画の収入の方からこのね、おもちゃを買うお金にね、回せるようになったんで、それはね、いいことなんじゃないかと思います。はい、ということでね、まあ、チャンネル登録者が1000人ずつ増えるたびにね、まあ、何らかの動画を出してきましたけども、まあ、前回はちょっと、7000人達成の時に、ちょっとしたプレゼント企画をね、やって、その募集をしている最中に、なんか1ヶ月ちょっとで8000人に達成しまして、まあ、これはすごくね、嬉しかったんですけど、ちょっとその8000人達成の時は何もね、できずに、その、7000人のプチ、プレゼント企画の当選者発表の動画の中で、その8000人ありがとうございましたというのをやったので、ちょっとね、流れちゃったような感じになったんでね、それからまた1ヶ月経ってこの9000人達成してしまったので、ちょっとね、その何もね、ちょっと用意している暇がなくてですね、今回もね、ちょっとこういう風に喋って、まあ、お礼の言葉をね、言うだけになってしまうかもしれないんですけども、まあ、本当に何もやっていなかったわけではなくてですね、まあ、ゴールデンウィークはありましたけども、まあ、皆さんね、いろんなところに出かけて、楽しんでいる動画がね、出ていたりしたんですけども、まあ、僕のゴールデンウィークはですね、まあ、10連休ぐらいありましたけども、まあ、どっか行くとかそういうのは全てやめてですね、今このね、撮っている撮影の部屋、まあ、この撮影している場所はいつもね、この机のところだけなんですけど、その周りに、まあ、以前も紹介したと思うんですけども、いろいろね、棚があって、そこにおもちゃをね、飾ったり置いたりしていたんですけども、そのスペースをですね、2倍または 2.5 倍ぐらいに広げまして、こっちの今撮影しているこっちの左側にいろいろこう棚があったんですけど、それを、壁をもっと左の方に移動して、でこの机はちょっと右の方にやってます。この机の右の方には、あの駿河屋のね、段ボールがいろいろものすごく積み上がってたんですけど、それを移動して、で机を右に移動して、で左側を壁を開けて、壁をもっとね、バックさせて、で棚の方もね、並べて、やったんですけども、それはちょっとね、まだ、まあ、棚のね、移動とかは結構終わっているんですけども、あと細かいものの片付けとかね、ちょっとまだ終わっていないので、まあ近日公開ということなんですけども、まあちょっと今日ね、今、まあ、特別に先行公開としてね、ちょっと見せたいと思います。前はここの横にね、あのガオガイガーとかのスーパーミニプラが並んでいたりしたんですけども、ここに、まあ、机が今あって、はい、このようにね、もうずっと向こうにあります。 3-4メーターぐらい向こうに、でこの棚、こっち仮面ライダーで、こっちが戦隊ものの棚なんですけど、これはこう L 字にこう並べてあったんですけど、それをドンドンとかね、こう並べて、はい、そしてこの辺にスチールの棚ですね。まあ、このスチールの棚をちょっとメインにして、この一番飾りたいものを飾ろうと思ってたんですけど、でこの辺もまだ改善の余地があるんで、まあこの後ですね、でこの辺にちょっと段ボール積んであるんですけど、まあ、この辺をね、こうどかしてこう片付けたいと思ってまして、
今回この新しく加わったこの書棚ですね、あのテレビくんとかが結構溜まってきたので、この下の段にこう入れて、最新号はここにねディスプレイできるというね書棚なんですけども、はい、でこっちの方にもいろいろあるんですけどもね、まあ、この辺は駿河屋の、まあ、僕の今真後ろになるんですけど、この駿河屋の段ボールがこうこのようにこの向きでこう積んであって、この後ろにこうどんどん何列か積んであります。はい、こんな感じなんですけども、まあまた今度ね、近日公開ということで、またねまだ片付けなきゃならないというところなんですけども、まあこのぐらいね広げちゃったんでまたねいろんなことができるんじゃないかと思いますけども、今回9000人、そして、まあ、登録者数1万人超えないとね、僕としてはやっている意味がないなと思いますので、まあね、1万人超えたところでやっとなんていうか YouTuber としてやっているというふうにね胸張って言えるのかなと。まあやっぱね1万人行ったら10万人は行きたいなと思いますんで、まあここまでね、まあ、4年ちょっとかかっちゃいましたけども、まあやってきて何らかの意味はあったんじゃないかと、まあ思うようにはしてます。まあ最初の頃まだ僕がねまだ登録者数1000人ちょっとぐらいの時にね、あれはね、仮面ライダーの25周年のイベントがあったんですけども、今は亡き渋谷パルコでですね、鬼畜な限定販売というね、CSM のダークカブトゼクターと石の森ゴーストアイコンの限定発売で、その渋谷パルコに並んで、まあスタッフの対応もそうなんですけども、明らかに転売屋と分かる人たちがいっぱいいたというね、まあそういうねことがあって、その時にまあいつもねお世話になっているトイハッピーさんと、まあそこで僕は初めてリアルでお会いしたんですけども、まあその時にトイハッピーさんがいろんな玩具レビューをねやっている方を呼んで、まあいろいろとね話をしたんですけども、まあその時にオタホさんもいましてね、で僕はね、まあまだ僕はまだね1000人ぐらいしかチャンネル登録者数もいってないんでね、まだまだですねみたいなことを言ったら、まあ1000人いったんなら1万人もいけますよとで1万人いけたなら10万人もいけるんじゃないかとと言われたので、まあ僕はそのね、まあ続けることが大事だということをねおたこさんに言われまして、まあその通りだなと思って、トイハッピーさんとかにもね細かいことをいろいろ撮影していく上でのねいろはをいろいろ教えていただいたので、まあ、そういうことを頭に浮かべながらねいつも活動していたんですけども、まあ、やっぱねその続けていくことが大事なんだけども、4年2ヶ月になりますけども、それでも続けていればこのように、まあ、9000人も突破して、1万人にもいけるんじゃないかって思えるぐらいになってきたので、もう本当にその言葉に助けられたなと今は思ってます。はい、ということでね、まあこれからもね、まあ毎日、まあ最近はね、まあ毎日ね、一本ずつではなくて、まあちょっとね、ペースも上げていかなきゃならないなと思って、まあできる限り2本ずつ動画をね、上げたいなというところでやってきたんですけど、まあ4月、5月ぐらいはその辺がね、ちょっとね、時間が使えたので、まあ良かったなと思ったんですけども、まあこれからもね、まあ可能な限りね、まあ1日2本ずつぐらい動画はね、上げていきたいなと思っております。まあネタ切れしたらちょっと休むかもしれないですけども。で、まあ今回ね、9000人突破したんで、まあなんかね、まあ特撮とかロボットアニメとかのね、カラオケとか生配信とかね、したいなと。まあこれずっと言ってるんですけども。まあ全然ね、実現できていないので、本当に今回ね、やってみたいなと思うので。まあ生配信なんでね、突然やると思いますけども。まあ多分、やるとしたら日曜日の午前中とか、昼間ぐらいにやると思うので、まあその辺はチェックしていただきたいなと思います。まあね、カラオケ配信なんでアーカイブも残せないんでね。まあこれからね、たまにやっていきたいなとは思うんですけど、今回ちょっと初めてそういうことをやりたいなと思うので、まあいつになるかわかりませんが、まあ期待しないで待っていていただきたいなと思います。はい。まあ、あと動画の方もね、さっき言ったみたいにね、できる限り1日2本ぐらいずつ上げていきたいなと思いますので、まあ、いろいろ見ていただいて、まあ、感想とかもね、コメントいただければと思います。質問なんかも受け付けてますので、まあ、ここに質問書いていただければ、
今度ね1万人達成した時の動画で、まあ、質問に答えていきたいなと思います。この動画を初めて見る方は、まあ、他の動画もね見ていただいて、まあ、気に入っていただけたら高評価とかチャンネル登録していただけると幸いです。はい、ということで以上トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますのでそちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたね。